にちは、ワンコの母ちゃんです。今日の動画はじっくんがいるんで、あのポコちゃん面白くない。今日の動画は、いろんなものを加えて持ったまんま待てをしてもらうのを教えようっていう動画なんだけど、さっきポコちゃんにあの、ね、実はあのこの前に公園で暁におもちゃで持ったまんまお座りをさせたり、持ったまんま待てができるように教え始めた動画が撮ってあるんだけど、そっちがあの母ちゃんがちょっと少しできるようになったところで、でも飽き始めているのに気がついていながらも動画を撮ってるからって欲張っちゃって完全に飽きさせちゃった失敗動画があって、それをアップするかどうかちょっと悩み中なんだけど、うん、あのね、初めて教わることはね、あの慣れてるあの得意なコマンドなんかは、ポコダメ、そういい子、得意なコマンドなんかは繰り返してやってあげてもいいんだけど、初めて教えることとかは、初めて教えることとかはあのやっぱりそうねそうねがどうしても少なくなっちゃう、褒められる回数が少なくなっちゃうとワンちゃん飽きちゃうんで、うん、完全に母ちゃんの失敗だったんだけど、で今日で、あーちゃんはとりあえずおもちゃで持ってをしばらく教えてみようと思うんだけど、ポコちゃんはおもちゃを持つのが下手くそなんで、もう待って、パンです。これをポコ持って、ポコちゃんこれ大きいからねかじれない、ディ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 テイクステイ、俺はできるんだよね、これがアウト。ちょっとお耳遠いけどね、俺はこれができるんだよね。はい、ポコちゃん今の見てた、今の見てたでしょ。はい、テイクテイクテイク、チク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 、もう落としてんじゃんお前、違うじゃん、シッシッ、テイクステイ。ちょっとあのじいさん耳が遠いんで、だいぶあの声がでっかくなってますけど、アウト。はい、いい子ね、はいね、ポコちゃん見てて、ポコちゃん行くよ、はい、テイクテイク、完全に食おうとしてるね、見本見てた、ポコちゃんテイク、ポコテイクテイク、ちげえ、全然違うな、ポコちゃん全然違うけど、うん、俺何でもできるもんね。じゃあ俺これやってみる、はい、テイクステイアウト、はい、こっちどうぞ、うん、どうやって教えたのか、もう俺に教えたの14年前だからな。お前どうやってそれ覚えたの？母ちゃんあんま覚えてないんだよな。じっくんあの多分まだこんなちっちゃいのでもいけるんじゃないかな。ティテイクステイ、あ、くった。じゃあアウト、追い込もうとしてる、アウト、そう、時々聞こえないふりするからな。今の見てたね、はいはい、テイクテイクテイク、そうそうそう、大きいのかな、テイクテイク。分かった、はい、テイクだよね、そうだよね、うん、俺得意だもんな、上手だね、はい、アウトアウトね、そう、それがやってほしいんだけど、ポコテイク、そうテイク、そうポコテイク、
ポコテイクポコテイクそう待て違うな下ろしちゃいけないんだなポコ持ってポコちゃん持ってそうポコちゃん持ってそう上手こっからか食べ物がね落としちゃうんだよねポコ持って持ってペロじゃないがポコちゃん持ってごらんそうポコ持って重たいのかこれポコには半分のほうが小さい小さいちょっと待ってあげてポコちゃん今頑張ってるから待ってあげてポコ持ってポコ持ってそう待て違うポコ持ってポコ持ってそうあんたそういい子うんそうそうそれそれそういい子もう一回いくよポコ持ってポコちゃん待ってあんたそうそうそうおちょっとできてきたじゃん待って待って俺ができるの知ってるけどみんな知ってるからさポコちゃんに教えるところが見たいんだみんないくよポコポコちゃん持ってポコ持ってポコちゃんと持ってそう離せそういい子はい上手だねポコ持ってポコちゃん持ってそう上手離せ離すまでが早いんだよなもうちょっと軽いもんならいけんのかなちっちゃいもんだと食べちゃいそうだしなもう一回いくポコ持ってポコちゃん持ってそう上手ポコちゃん持ってあれポコちゃん持って離せそうもう一回もう一回持ってそう離せそう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 今しっかり持ったねそうだそうだそうだいい子だねポコ持ってそう離せそうそうそうできてきたできてきたいい子だねポコ持ってそうそうそうおいで待て待て離せ今食べそうだった今あんた食べそうだったこっちでやってみるポコ持てポコ持って離せもう一回持ってそうそうそう離せそう上手いい感じになってきたじゃんうん俺もはいテイクアウトアウトこれ動画にしちゃって大丈夫かな何分やってるもう8分もやってるなとりあえずこんな感じであーちゃんの失敗動画も出しちゃおうかなこんな感じでちょっと練習時間のある時に練習してみてどっちの方が早くできるか地蔵は最初から食べ物で教えてものすごい聞き分けが良かったんで本当若い頃はドッグフード一粒でも口の中で入れて待ってられたんだけど今耳が遠いのもあるんだよねテイクステイステイを聞こえないふりすんだもんお前大きい丸飲みできないもんはできんだよねテイク待て、うん、アウトアウト今食おうとしてる食おうとしてるねえ俺の後継者を育てるの母ちゃん大変なんだぜポコちゃんもう一回やろうね今覚えたやつ持って離せ持って離せそういい子いやこれいけるなそのうちポコ持って離せそういい子うん時間は人よりはうんとかかりそうだけどじっくんそこ立ってるとねポコちゃんの頑張りがね何にも見えないんだなうんアウトアウトアウトポコちゃんの頑張りが何にも見えないんだなポコポコポコ来てごらんポッポッポコ来てごらんおさんちょっとおさんちょっとね俺の後継者育てなきゃなんだよ何でもできる子持ってそう離せ
から余計食べたくなっちゃうんだね、取られるんじゃないかと思って。こっちの方が食べにくいかな。ポコ持って持って、そう離せ、よし、うん、この持って離すまでの時間を長くしていきたいんだけどね。そんな感じで、あの今後ちょっと頑張って教えていこうと思います。これものすごく食いしん坊な子にはあんまりあのやるとかわいそうかなって思うんだけど、うちはどちらかというとポコも地蔵も本当食が細くって、子犬の子を食べさせるのに苦労した。あのブリーダー出身の子って、あのミニピンってそれこそ和犬ぐらいお口が綺麗な子が若い頃は多いです。年取るとなぜかみんな食いしん坊になるんだけどね。なので、うん、そんなにこのお勉強自体はストレスには多分なってないんだけど、持って離せ、そういい子。あの食いしん坊の子はあのあーちゃんバージョンでおもちゃとかで教えてあげた方が本人がストレスないのかなと思うんだけど、うん、母ちゃん的には食べ物でやる方が覚えるのは早い気がするんだよな。そんな感じの、あの今日はあの2本動画を撮ったんだけど、どっちもあのうだうだな感じの動画です。題名なんてつけようか迷うぐらいの、あの面白かったなと思ったらチャンネル登録お願いします。あれ紹介以外では初登場のうちの長老15歳の、あ、涙出ちゃってんの俺、15歳の地蔵丸くんと、ありがとう、はい、はいはい、いつも可愛いポコさんでした。まだカメラ怖いの？あ、パンが下にあるから地蔵が撮るのが嫌なんだね。